神重工梅ジャムです。ヒロンです。黒節バスタ今井三太郎です。悪評クイズ、ということで今回はい明け動画になっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。三上初というのも初だよ。そうですね、今回のですね依頼してくださった方がこのゲームを作ったみたいなんですけれども、はい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 、要はどういったゲームかと言いますと、ここにいろんな悪評のお題があります。悪評のお題、それを皆さんが投票してみて、例えばなんか時間にルーズそうみたいなのが出たときは、知らんみたいなことを投票して、一番なんか投票が多かった人が出てくるらしいんですよ。なんでその人がじゃあ誰が入れたんだという、俺に入れたこの不届き者は誰だというような、仲がいい人たちってやらないと亀裂が生まれるかもしれないゲームになってます。結構結構やばいねそれね。相手も知らんとできんしな、まあ、まあそうだね。しかも三上龍はもうお互いね殴り合うことを了承してるからね。いやもうそれはそうですよね。まあね、相性二重丸です。はい、最高のゲームです。ではじゃあまあやっていけば分かると思いますんで、はい、まあそうしましたけれども、はい、まあパッとやってみようぜ。とりあえずゲームスタートスタート。お題、はいはいはい、頭を使うところでもゴリ押しで突破しようとするタイプは誰。あーなるほどね。あまあだからこれを今画面に出てる4名に、ね、はい、投票してっていうことだね。まずはそうだね。いやまず、ね、いないよこんな人、該当者ないんだよな。そうそうそう、いないよ、該当者ない。ないよね、みんな頭使うもん。そう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 、ちゃんと考える、考える、うん、いやみんな頭脳派だからな、うちって。はい、投票結果が、ね、もうみんな投票したようなのがこっち出ましたので、はい、投票結果発表します。最多票が複数いた場合は1人がランダムで表示されるみたいなので、はい、ああはい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 、じゃあいきますよ。投票結果ドン。誰だ誰だ。あーちゃんとドローンって言うんだこれ、ドローン。バスさんのターンです。はいはいはい、バスさんが全員の投票先を選べます。で投票先をパーフェクトで当てるとプラス1点。はい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 、はい、でバスターに投票した人はマイナスされると。あー、はい、なるほどなるほどなるほど、もうじゃあ俺答え出てる。答え出てる。うん。でバスターが投票先をパーフェクトに当てられなかった場合はバスターに投票した人がプラス1点。あーなるほどなるほど。こんな気するから答え合わせいくわ。はい、俺ゲームでそうだもん。俺頭使うところ大抵ご利用してるもん。だって、うん。じゃあ一人ずつ。じゃあ一人ずつね、うん、まずメジャム君から見てみましょう。はい、あ、意外。点ゲットー。点ゲットー。梅ジャムだけ？そうやろ。いやバスターはそこはでもちゃんと考えるだろうなと僕は思ってたんだけどな。あ。今井さんも頭を使うところで叫んでゴリ押しで突破しようとするときあるもんね。俺は今井さんに入れたよ。うん、いやね、結構これは悩むんだ。実際あの実績があるからさ、この2人。そう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 。そうね、僕これでも頭脳派で通っているのですけれどもね。いやいやいや、今井さんは最初頭脳なんだけど無理になった後うんってやるから。そうだから結論パワー。もうこれはこれはねもうねごめん。みんな優しいからちゃんとね最後まで手を差し伸べてくれるんですよ、皆さん。いや本当にそうあの最初見捨てるけど最後の最後で助けに来るタイプですね今回。はい、まあ該当者はなしかな。いやこれね該当者なしだね。ないないない。これこれ該当者。ドン。さあ誰が来る。一番の心がない人間。バッサン優しいから意外と該当者なしを選んでる可能性があると思うんですよ。投票してるんですよ。投票って書いてある。言ってることとやってることが違いますけど。違いますけど。くるぶしはそういう風に思ってると思うんですよ。なるほど。ストレートにね。わかんない。くるぶしは梅ジャムに投票してる可能性があるな。あ誰かは梅ジャム選んでそうな気がするな。で、梅ジャムは僕しかないんだよ、選択肢。というわけで答え合わせ。はい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 。はい、これ見ていきましょう。僕がそんなにここで白子選ぶわけないじゃないですか。しっかり
しっかり。まず梅ちゃんを見てみましょうか。いやー、僕だってそういうことはしません。じゃあマスター見てみましょうか。いや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 、やめてくれよ、んなわけねえじゃねえかよ。まあ、くるぶしが僕に投票してるか梅ジャムに投票してるか結果がもうここで分かると。じゃあどうかな。おいおい、あのさ、マジでさっき言われたときマジでヒヤッとした。すげえ、こいつ見てんじゃんみたいな。いすごいね。まあ、ちょっと僕がね、言ってもらったということで、次のお題に進みましょう。ちゃんとちょっと説明させてほしい、俺、梅ジャムに投票した理由。あの梅ジャムくんって、案外、ある程度情があるから、最初、ちゃんと手差し伸べてくれんのよ。で、ピンチっていうより、あ、もうこいつ救えねえなってなった時間に、パッてすぐ手離すのよ。ありえんぐらいスピード、ありえんぐらいのスピードで。そこがね、やっぱイメージとしてあるのよ。でも確かにさっき言われて、あ、シロン君だわと思ってた。続いて次の問題ですね。いや、もう2回やってルールは分かったね。ギス。もう、いや、もうこれはさ、これはだよ。あの、何がおもろいってさ、今までさ、ちゃんとお題がさ、こう、何々で何々な人、ね、何々で何々人ってあったのに、今回うるさいだから、終わっとる。ちなみにこれ最後のお題ですんで、今回。あ、そうなんだ。あ、でもね。3本だね。もう終わりか。うん。いや、これ悩むか。いや、これ誰だ、誰だろうな。いや、でもね、これね、一辺倒に考えると良くないんですよ。あ、そう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 。実は全員うるさいんですよ。全員うるさいですよ。うちのチーム、全員うるさいからな、本当にな。みんな口から生まれてきてるからね。笑い方、笑い声うるさいやつもいればね、声でかいやつもいるし。うん、あ、そう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 。叫び声うるさいやつもいるし。それぞれうるさいって全員が思ってんだよなっていう。ちょっとバスターうるさい。早く取りましょう。今、誘導入りました、これ。はい、投票結果いきまーす。はーい。本当にうるさいな。やったね、今井さん、選べるよ。今井さん、どうぞ、今井さんのターンです。なるほどね。いや、これだ。いや、まず、梅ジャム君は、多分、やっぱバッサーさんのことは、やっぱ最後に名前出してましたから、うん、ここは、梅ジャム君は、やっぱりバッサーさんに投票したと思うんですよ、僕はね。あれ、うん、言ってることやったら違いますね。シロン君はね、やっぱりこう、多少やっぱりちょっとあの、こう変化球に物事を捉えるとかありますから、やっぱそんなストレートに僕に投票するなんてことはないと思うんですよね。はい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 。くるぶし君やっぱ優しいから、こんなうるさいなんていう雑なね感じのこう、暴力じゃない、言葉の暴力。僕が傷つくっていうこと分かってるから、多分僕には投票してないと思うんですよね。はいはいはい。バサさんはやっぱりリーダーですから、そこはね、そんななんか、そんなね、投げ方はね、絶対しないと思いますから、僕には投票してないと思うんですよね。じゃあまあ結果を見てみれば分かることですから、うん、そうだね、見てみましょうか。一人ずつ見ていこうか。はいはい、はい、誰から見ていきますか。右から見ていくわけやな。マスターさんから見ていこうか。はい、おおおお、意外と分かれたね。わら、うん、分かれたね。わら、分かれた。あら、今井さんは何も分かってない。僕たちこれシロン君とマスターさんのことを僕何も分かってなかった。一番付き合い長い2人な気がするんだけど、分かってなかったか。相当長い。分かってなかったみたいですね。うん、あわれってお題来ないか。寂しい。あ、俺最下位やんけ。シロンくるぶしが1位ですね。なるほどなるほど。ああ。一人だけマイナスのバスターがいるんですかね。これもそうですね。マイナスです。本当だ。あ、これすごい面白いな。なんかマジこれね、酒飲みながらやって最高に面白いなと思う。そうだね。そうだね。酒飲みながら、酒飲みながらやるのがいいからいいかもね。ということでこちら悪評クイズですけれども、ブラウザゲームなので、そう。詳細文に URL 載っけておきますので、これ誰でもすぐに遊べますので、はい、うん、4から5人で遊べるゲームとなっておりますから、はい、4から5人集めてぜひとも遊んでみてください。はい。はい、これはね、おもろいぞ。マジでおもろい。これおもろい。いや、マジで。でもね、笑顔が絶えないね。1個だけね、ちょっとあれだったのが、お題自分で追加できるんですよ。俺だから黙って5個ぐらいちょっとエグいの入れてたんですよ。性癖歪んでそうなやつとか。あ、お前。何しようするんや、お前。お前。だから完全オリジナルで自分たちの色を出しながらってこともできるから。これってホストが投げることができるんだね、お題って。そう、ホストがお題を
あの消すこともできるし、足すこともできる。だから、はい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 、ある意味このゲームはホスト俺やりますって多分名を上げた方がいいゲームだね。じゃあね、ガンガンね。我こそはってやつはやった方がいいな、これな。でもあんまりエグいのやんないようにな。そうだな、うん、本当に本当に友達いなくなるぞ。ご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。では三上重工でした。